東京臨海副都心を台場グランド日光、東京台場グランド日光東京台場は、東京都港区台場にある、シティホテルである。京急グループのホテルグランパシフィックメリディアンとして、開業し、ホテルグランパシフィック LE 台場を経て、大倉日光ホテルマネジメントによる運営に移行した、ことに伴い、2016年7月、現名称にリブランドした。地と、建物は、 ヒューリックが所有する、東京臨海副都心の台場地区に、京浜急行電鉄が、創業100周年事業の一環として、計画を進め、1998年6月1日、ホテルグランパシフィックメリディアンとして開業。全額出資会社の京急都市開発が運営に、当たり、ホテル京急の運営する品川駅前のホテルパシフィック東京と同様、 京急とルメリディアンホテルリゾートとの提携に、のっとり営業を始める。2002年3月、京急都市開発とホテル京急が合併し、存続会社のホテル京急が運営を引き継ぎ、2005年5月、京急が賃借先であった日本生命保険からを330億円で建物を取得。運営と所有を一体化した。また、それを機に運営会社のホテルグランパシフィックを、 発足させ、7月に運営を移管した。京急は、ルメリディアントの28年間にわたる提携を2008年5月末で、打ち切り、6月1日から、サミットホテルズリゾーツに切り替え、名称も、ホテルグランパシフィック LE ダイバに改称。ホテルパシフィック東京と合わせて、パシフィックホテルズを形成した。2016年5月、利益の6割を鉄道に依存する。 収益構造の是正を図るため事業構造改革を進める計究は2020年度以降品川駅周辺約6万平方メートルの所有地に対する再開発を本格化させるべくそれに伴う数千億円規模の投資負担と収入減少に対応するためヒューリックに底地、グランブルー合同会社に建物の新宅受益権を売却した またホテルグランパシフィックは大倉日光ホテルマネジメントに売却され7月グランド日光東京に解消これによりホテルはグランド日光東京台場にリブランドされたこのホテルは台場駅を挟んだ向かい側にあるホテル日光東京と共に1996年に台場地区で開催予定だった世界都市博覧会に合わせて建設されたものである しかし、開催前年に都市白中止が決定されたため、ホテルの建物の区体と外観が完成した段階で、内装設備工事を残して、工事は一旦中断された。一方、隣接するホテル日光東京は、都市白中止後も建設を進め、予定通り1996年に開業した。その後、グランパシフィックも工事を再開し、 当初予定より2年遅れて1998年に開業している。大和駅からはペデストリアンデッキで接続され、臨海副都市内では建物規模、客室数ともに最大のホテルでもある。客室によってはレインボーブリッジや羽田空港を発着する航空機、富士テレビ本社屋や,やパレットタウンなどが見渡せる。千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートの グッドネイバーホテルの一つであり、ホテル東京ディズニーランド及び東京ディズニーシー間にグッドネイバーホテルシャトルが運行されている。なお、このシャトルは予約定員制である。不要懇談会に加盟する。開業時は、ルメリディアンがもともとエールフランス系列のホテルチェーンだったことから、パリ21区の生活、または21区目のパリをホテルのコンセプトとし、調度品やアメニティ、 レストランなどもフレンチテイストなものとしていた。その後、お台場が人気のレジャーリゾート観光地へと発展していったことを受け、グランパシフィックメリディアンは東京リゾートシーンというコンセプトのもと、施設、内装等を周辺ニーズに対応させるため、フフィットネスクラブの増床やアトリウムチャペル、レストランのリニューアルを行ったほか、沖縄のエステティックサロンやスイーツをテーマにした。 商業施設を開業するなど、施設の拡充を図った。この他期間限定のコンセプトルームである、プロジェクトルーム、G、ルーム、G ジャブロータイプ、キャプテンハーロック、劇場版、銀河鉄道39等も用意されていた。グランド日光にリブランド後は、2020年、東京オリンピックパラリンピックの開催に備え、2016年からの3年間で、 二十数億円をかけて高層階の客室やレストランを中心に改装が行われた。以下はホテル宿泊者等専用。ありがとうございます。